はい、佐々木でございます。今ね、車に乗ってます。東京もね、やっと涼しくなってきて、まあそろそろ冬服が着れる季節がやってきました。まあ例年ですね、まあダウンジャケットを、まあいろんなその年その年で買ったりしてるんですけど、まあ僕がね、今まで手にしてなかった、ノースフェイスのバルトロライトジャケット、まあこれはなんか大人気らしくですね、まあ、毎年抽選で、まあ、当たらないと買えないみたいな、まあそういうダウンジャケットなんですけど、まあ今まで僕応募したことがなくて、まあなのでね、手にしたことはなかったんですけど、たまたまちょっとスマホ見てたら、なんかエルブレスというね、アウトドアショップのサイトが出てきて、なんか今日から、バルトロライトジャケット、ね、抽選の応募を始めますみたいなのが出てきたんで、あ、今日からって今日っていう意味じゃなくて、その時ね、9月の後半でしたけど、別に僕は欲しくて欲しくてっていう感じじゃなくて、あ、でもね、そんなに人気なんだったら相当いいんだろうなっていう、その本当になんかね、ど素人丸出しですけど、まあ、ちょっと、まあ、どうせ外れるだろうと思ってね、まあ、一応応募してみたんですよ。そしたらね、なんと先日メールが来てね、当たりましたと。で、僕が応募したのが、バルトロライトジャケット、色はブラック、黒の、L サイズを応募したら、まあそれがね、見事に当たったということで、なんつうか、本当軽い気持ちで応募したので、なんか欲しくて欲しくて、もうどうしても手に入れたいとかっていうことではなくですね、応募したもんですから、なんかあれ、一瞬メール見た時に、やべえ、当たっちゃったみたいな、あ、お金払わなきゃみたいな、なんかそっちに行く気持ちがいって、この先一瞬ちょっと複雑な気持ちになったんですけど、でもだんだんね、徐々に徐々にじわじわと、あ、当たったんだ、あ、欲しくなってきたなみたいな、なんか当たったからなんか欲しくなってきたみたいなね、だから妙な、なんかね、心の変遷があってですね、まあ今はね、もう楽しみでしょうがないっていう感じで今なっております。はい、多分あれですかね、発送は11月とかになるんですかね、わかんないですけど、まあ届いたらまた動画にしたいなと思ってますんで、お楽しみにしていてください。ちなみにノースフェイスのダウンジャケット、一応バルトロじゃないですけど、ビレイヤーパーカーと、あとなんだっけ、なんかユニクロのなんか ライトウルトラライトダウンジャケットみたいな、ちょっと薄手の、ダウンジャケットもありますね。うん、なヌプシジャケットっていうのが非常になんか、いわゆるもう見た目柄してね、ダウンジャケットの定番みたいなね、デザインの、まああれでも良かったんですけどね、うん、あれもなんか人気でなかなか買えないということらしいので、もうノースフェイスね、すごいですね。はい、到着したらご披露したいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、ということで、ノースフェイスのね、バルトロライトジャケット、ブラック L サイズがね、当たりましたという報告の動画でございました。はい、今日はそんな感じでございます。また次の動画でお会いしたいと思います。ではさよなら、バイバイ。